心者でもマスターになれる方法をまとめました。はい、どうもエルザです。今回はポケモンユナイトを今から始める、または始めたいけどマスターにはなれない人に向けて、マスターになるための重要な3選ということで話していきたいと思います。モバ初プレイでありながらソロでマスターに到達することができましたので、実際に押さえたポイントを紹介するという流れです。ここからお話しすることは、わざわざランクマッチに潜らなくても練習できることなので押さえておくと便利です。ポケモンユナイトはちょっとしたアクション要素がありますが、レベルと戦略に重点を置いているゲームなので知識がとても重要になります。でも情報が多すぎて何を抑えるべきか分かりませんよね。なのでマスターになるために何を抑えて精度を上げていったらいいのか分からない人は、ぜひ最後まで見ていってください。それでは一つ目を紹介していきます。経験値と移動ルートを把握する。ポケモンユナイトというゲームはレベルがとても重要です。レベル1の差がつくだけで対面時にフルボッコにされる可能性があります。レベル3差となればディフェンス型でもゴール下にいても瞬時できます。それぐらい重要です。なのでマッチング中は移動の仕方と経験値稼ぎは主な仕事と言ってもいいほど重要となります。カジリガミやロトメといった特殊ポケモンを倒すことで大量の経験値を得ることも大事ですが、野良狩りを蓄積していくことも重要です。特にユナイト技を覚えるレベル8から9までは経過5分で到達しておかないと、後半がとてもきつい展開が待っています。経過5分頃になると野良狩りよりもプレイヤー狩りが始まるためです。狩り討ちにするためにも効率的なルートを把握し、コツコツ上げていくことが重要です。では具体的にどのようなルートがいいのか説明していきます。中央ルートの場合、画像のようにすすみかじり神線までにレベル7、8にするのが安定します。実際にこのルートを通ることで7、8にすることも可能です。ここで、野良だけではなくプレイヤーも倒すと9になることもたまにあります。かじり神線後は中央のジャングルを狩りしながらゴールの防衛と雑魚狩りを行い、チーム内で最高レベルを目指します。基本的に中央というものはメインアタッカーとして動くことが多いので、試合の限るポジションです。そのためレベル上げがとても大事となります。レベルが十分に溜まっているのであれば、自陣のジャングルだけではなく敵陣を狩るのも念頭に入れておくといいです。この敵陣を荒らすというのが非常に重要になってきます。上下レーンの場合は B クイーンの群れの確保と多分での争奪戦になります。いかに野良ポケモンを相手に取らせないかが重要です。もちろん無理に攻めて倒されると経験値を渡すことになるので、倒されるのは NG、 諦めも肝心です。ちなみに中央の経験値を奪うのも NG です。マスター隊でもいるけどね。ただし中盤戦において中央を選んでいたポケモンがジャングル狩りをしていないようであれば、狩りをするのは OK です。このあたりの臨機応変さがかなり重要になってくるので、マップを見るというのは非常に重要です。このポジション、上下ルートに関しては攻めるというよりも防衛をしっかりするのが役目なので、堅実かつ経験値集めを効率的にするというのが求められます。攻めすぎるとやられるのもここのレーンが多いですね。効率を求めることが非常に大事なレーンなので、練習を積み重ねるのが大事となります。それでは2つ目、防衛のタイミングを抑える。防衛の重要性はデスペナリティと関連しているためです。ユナイトのデスの使用は足し算形式となっており、後半になるほどリスクが上がります。復活時間の計算はレベルによる固定時間、最大19秒ですね、足すデスまでのキル数 ×1 足すデスまでの40秒ゴール前に1秒となっています。1回のデスペナで50秒もらうこともありますので、意外と重いんですよね。これが実は非常に厄介で、終盤のサンダースで逆転のチャンスを上げることにつながります。そのため防衛意識とタイミングを覚えることにより的確に自陣に引き返し、全体の生存率を上げることこそが勝率を上げることにつながります。実際に1人少ないだけでも相手がユナイト技を多く使ってくれば負けることが起きますので、それがデスと関係性があるというところです。ユナイトは想像以上に逆転が可能なゲームで、それを可能にしているのがこのデスペナリティです。エキスパート戦でも無駄に攻めて人数不利を1分近く招くなどザラです。それを防ぐには防衛意識を上げるのが何よりいいです。自分で撤退の号令を出せる意識をするようにし、次に備える意識をしていくといいです。何度も言いますが、防衛をするというところがとても重要です。
防衛イコール撤退というイメージでも OK です。それでは3つ目はこちらです。特殊ポケモン狩りは周辺を抑える。特殊ポケモンを狩るというのは非常に大事なことですが、上位になれば横取りが上手いプレイヤーが増えるため周りを抑えるというのがポイントです。例えばカビゴンのヘビーボンバー、ルカリオのグローパンチといった射程を有利に使った横取り、ああいったものは射程が届かなければ横取りをされることがありません。なのでそのモンスターを狩るというよりは周りを確保する、そして敵を落とした上でカジリガメなどの特殊ポケモンを狩るというのが定石となります。また相手を優勢に攻める理由としては、一定時間攻撃や特殊ポケモンに通らない場合リジェネによって回復するということ、反撃を受けてて敵の HP が削られて倒しやすくなるという利点があります。これにより倒しやすさが上がるのでポジション取り実は後の方が取りやすいというのもあります。カジリガメ以外の経験値の獲得もできますし、安全に攻撃も可能というわけです。ただし人数振りの場合はうまくいかないことが多いので、ポイント1で話したレベルをしっかり上げてユナイト技を準備して挑むことをお勧めします。このことからこの3つですね、が重要になるわけです。最後に今回紹介したことはざっくりとした内容ですが、押さえるべきポイントはこの3つに絞りました。本当はたくさんあります。ですが攻撃のテクニックなど細かいことを実際に使わないとわからないことが多いので、そういったものは省いていくというふうにしています。また初心者向けやランクまで困っている人向けとなっています。知ってるよという人は質を上げることが重要になりますので、見直す機会にしてもらえると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。少しでも動画がいいなと思ったら高評価と感想よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。少しでも動画がいいなと思ったら高評価と感想よろしくお願いいたします。続編は気長に出していく予定ですので、よかったらチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。またね。